今年の絵とは牛です。その牛にちなんだニーボ型紙の牛尾神社の初詣の様子を取材しました。時折雪が強く吹きつける元日の午前11時過ぎ。新型コロナウイルスの影響で牛尾神社では例年よりも参拝客がおよそ半数に減りましたが牛年ということで今年は 初詣に牛尾神社を選ぶ人もいたようです。牛尾神社は諸説ありますが、およそ500メートルの牛尾山の丘陵地に鎮座していることが名前の由来とされています。訪れた人たちは、再生を投げた後、それぞれの思いを胸に静かに手を合わせていました。 今年も良いお年にに。なりますように家族をはじめ大切な人たちがえあの笑顔でいられるような一年になったらいいなと思います。 塩神社ということで、えー、直接牛のものとは何も関係ないんですけど、やはりそれにもあやかってですね。今、コロナまあ、いろんなことがあります。また、あの今日元旦から大変悪天候なんですが、そこの中を皆さんえ猛吹雪の中来ていただいてますので、まあ、神様の力えー、私とま微力でございますけどもお借りしながらですね。あの前向きに少しでもコロナも収まりますし、それぞれの皆様が、えー 家内安全、無病息災で健康でいられますように、あの私の立場としては祈る次第でございます。また参拝客は、牛にちなんだお守りなどの縁起物を買い求め、今年1年の幸せを祈っていました。